とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日もやっていきましょう。タワーシーズン7の攻略。今日は21回から30回、最後までの攻略ですね。まず21回の報酬、20回だね。20回の報酬、何もいりません。はい、では、行きましょう。エンチャントポイントが余って、出ます。衝撃波を入れていきましょう。ちなみに装備これですね。ボーンクラブ、エメラルド装備、ハープクロスボウ。で、エンチャンターの書、愛のメダル、ゴーレムキット。召喚ビルド、プラスハープクロスで削っていくっていう感じですね。はい。弱体化3、貫通3、クリティカルヒット3、衝撃波3、入ってます。いきましょう。ここも、若干敵多めです。で、エンチャンター、ジオマンサー出てきますので、とにかく、ジオマンサーとエンチャンター、早めに倒すようにしてください。あとは、問題ないですね。そいつらを、うまいこと、動かして、動いてくれるとき、動いてくれないときあるからね。それはどうも、できないんですけども。まあ、うまいこと、動かして、倒していってください。で、エンチャンターと、ジオマンサー、極力早めです。その2体だけは、極力早めに、もう矢をどんどん使っていっていいので、倒していってください。はい。クリアです。まあ、ジオマンサーとかね、ほんと鬱陶しいので、注意が必要です。で、ここ、何もいりません。まあまあ、ビルドによっては、ドラを取っていった方がいいんですけども、今回は、別に必要ないので、そのまんまでいきます。ドラを取っていくと、まあ、ボスは簡単なんだけども、道中がね、ちょっとね、難しくなるのよ。なので、俺はね、ドラよりも愛のメダルの方が、まあ、攻略はしやすいかなっていう風に思います。でここもね、すごい鈍足にされるので、基本的に、ゴーレムに暴れさせて、自分は遠く離れたところからハープクロスボウを連射しておくといいです。貫通が入ってるので、もう敵たくさんに当たってガシガシ倒していくことができます。わ、今回いっぱい出たな。こんなに矢が出ることはなかなかないんですけどね。あまり近づかないようにして、もう矢でそこはガシガシいくと安全です。うん。無理に突っ込んでいったらね、危ないので、まあ、ゴーレムだけ突っ込ませて、自分は後ろから矢を撃ってください。まあ、多分ここら辺に来る頃には、100本ぐらい矢は持ってると思うので、うん、大丈夫でしょ？で、ここ、ようやく防具変えましょう。ピグリンアーマーです。で、エンチャント入れます。クールダウンですね。いきますよ。防御面が、若干心配なので、クールダウンを入れた後は、防護もしくは雪玉入れていきましょう。で、ここレッドストーンの怪物。うん、出るには出るんだけども、HP がね、かなり低いのよ。いつもこいつは結構 HP 高めなんだけども、全然低い。なんでこんなに低く設定されてるのかっていうぐらい低いので、まあ余裕だと思います。報酬いりません。ポイントもらってください。で、エンチャできないか。あ、できるか。3あればいけたね、確か。OK。やっぱり、エンチャの書とか、愛のメダル使うときには、クールダウン必要になってくるので、いいですね。で、ここ、ハープクロスボウを上げてください。ハープクロスすごい重要です。で、24回クリア、25回。いきましょう。25回ぐらいからね、敵の攻撃力が高くなってきます。まずはここね、この中で戦ってください。ここにわらわら出てくるので、まずはこの中。で、もう全部倒すね。全部倒してから、次に行くように。まずはあそこです。あそこを、まず殲滅してくださいね。OK。あとはこっちに1、2体でおしまいです。はい。まあ、最初のちっちゃな部屋の中、あそこで戦っていく。それをやってみてください。うん。あそこからね、バーって出て、後ろから挟まれたりすると、ちょっと面倒なことになるので、注意ですね。報酬何もいりません。で、次ここ。26階。まあ、初めての場所になるんですけども、ネクロマンサーが出てきます。特に問題ないですね。強化されたゴーレム、そしてハーフクロスボウを使って倒します。で、全部で3体かな。ネクロマンサー出てくるので、出てきたら早めに処理していきましょう。じゃないと敵がどん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 召喚されて、めんどくさいです。よし、行くぞ。あと1体、いるね、ネクロが。いた。じゃあ、行け。はい。下から行くか。まあ、ネクロ、早めに倒してください。まあ、ゴーレム強化して、周りを愛のメダルかけると、速攻で倒せると思います。余裕だね。で、ここ、何もいりません。愛のメダルもあるんだけども、俺は別に取らなくていいかなって思います。うん、敵の攻撃力が上がるんだけども、別にそこまで俺は必要じゃないかなと。うん。ほんの 20% ぐらいだからね。そこまで変わりはないかなと思ってます。はい。で、ここ、別に問題ないです、また。またしても。出てきたやつをもうどん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 倒していくだけで、全然いけると思うので、やっていってください。まあ、フィールドはね、若干狭めなんで、戦いやすいです。よっしゃ。くらえ。よし。あ、どこ行くのゴーレムどこ行くの。よっしゃ。そっちだよ、そっち。ネクロを倒さないと。うまいこと動いてくれないことがね、やっぱね、多々あります。でもまあ、それはしょうがないのかな。ゴーレムは。やつは自由人だからね。まあ問題なくいけると思います。行きましょう。26回あたりからね、敵の攻撃力がかなり上がってくるので、まあそこはちょっと気をつけるようにしてください。ゴーレム。いいですね。あ、でも、ボスを倒すにあたっては、森の矢筒の方がいいんですよね。うん、でも今回は、そうね。どうしようか。いいか。今回は召喚ビルドで行くっていう風にやってるので、もうゴーレムで行きましょう。うん。別に森の矢筒とゴーレムを交換していってもいいです。ああ、ゴーレムじゃなくって、召喚の書か。あ、エンチャンターの書だ。あれと変えていって OK です。うん。どっちでもいい。特に問題なくいけると思うんで。よっしゃ。この辺はね、ほんと敵攻撃力高いので注意してください。もう一気に持っていかれるんで。危ねえ危ねえ、やられそうだったわ。OKOK。まあ、とにかく愛のメダル使っていってください。で、自分は後方支援で矢をどんどん打っていく。うん。ここは特に攻撃力が高いので注意です。ゴーレムを使って、さらに愛のメダル。重要ですね。はい。では、28回クリアでーす。で、ここ。登山装備に変えてください。クールダウンついてますし、これ、ポーションバリアがついてるので、緊急時、すごく役に立ちます。で、防御系がついてないので、防護。これも入れていくと、若干安心ですね。いきまーす。敵多いです。気をつけましょう。もう矢がね、もう、どんどん使っていいので、自分は後ろの方から叩いていくようにしてください。もう基本は愛のメダルとゴーレム、うん、で自分はもうほんと後ろからチク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 やるだけ。敵は攻撃力が高いのでマジで注意してください。ほんと一瞬にしてゴリッと持っていかれるので。よっしゃいけ、いいねー、危ねえ、いいよいいよ、ここはね森の矢筒があれば結構一気にバーッと倒せるんだけども、まあ安定感としてはゴーレムいた方がいいのかな。強化ゴーレム、うん、強化愛のメダルがあった方が安定はするような気がするね。まあ慣れてくれば森の矢筒でいいと思うんですけど。はい。エンチャポイントでいいです。んで、さっき入れなかった防護入れちゃいましょう。3あると 15% 軽減なのでね、いいです。では、一度、あ、戻らなくていいんだ。そうか、ショートカットしてないわ。はい。2体出てきます。まず、上のイリュージョナーから倒していきます。速攻倒していいですね。うん、ゴーレムのエンチャントが良かったっす。まあ、基本的に上のイリュージョナー、まず倒してください。じゃないと、ブラインドになって、ダメージ与えれなくなるので、まずは、イリュージョナー、攻撃される前にやっちゃいましょう。で、その後に、ゴーレム。だね。はい。では、今日は、21回から30回まで、攻略してみました。どうだったでしょうかね。まあ、今回シーズン7、簡単です。余裕で、ショートカットもあるので、うん、わざわざこう攻略しなくてもいいのかもしれないですけども、飽きてきたらちょっと攻略をしてみるっていうのもいいですね。はい。では、報酬最後見てみます。なんか出るかな？撮影の時ってあんま出ないんだけどね。うん。いらないね。はい。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。